皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、保護回路付きの18650リチウムイオン電池を分解してみたいと思います。まず最初にお話ししておかなければならないことは、リチウムイオン電池っていうのは比較的危険性が高い電池ですので、危険性を理解して注意して取り扱う必要があります。詳しくはこちらの過去動画でもご紹介しています。また分解については完全に私の自己責任にて実施しております。今回保護回路付きの18650を分解するのは、中の電池の保護回路がどのようなものが使われているか調査したかったからで、分解や危険な使い方を推奨しているわけでは決してありませんので、何卒ご理解のほどをお願いいたします。今回分解してみる18650リチウムイオン電池なんですけど、こちらのキープパワーの18650ですね。こちらの18650なんですけど、おそらく保護回路付きの18650の中では日本で一番有名な電池だと思いますね。 Amazon とかでも普通に売ってますし、使っている方も多いのではないかなと思います。これはセルと保護回路が日本製なんですね。そういう背景もあって一番無難な18650なんじゃないかなと思います。私のチャンネルでは以前から18650リチウムイオン電池を使っていろいろなものを DIY しているので、この保護回路っていうのがどういうものなのか前々から知りたいと思っていましたので、今回分解して皆様にもご紹介していきたいと思います。それでは分解していきたいと思います。こちらのマイナス端子の方から被覆を破いていくんですけど、これキープパワーのシールが貼ってあるんで、まずこれを剥がした方がいいような気がします。取れました。
ここまで分解して分かったことをお話ししたいと思います。まず今まで私は保護回路はプラス側についていると思っていましたけど、この電池に関してはマイナス側に保護回路がついていますね。保護回路は必ず電源が必要なんですね。その電源は当然この電池から取るので、ここのマイナス部分だとプラスの電源をどこから取っているのかと話になるんですけど、それがこの真ん中の板でこちらのプラス端子につながっています。つまりここのプラスからこの帯を通してこの保護回路に電源を供給しているわけです。18650の場合、この外側のボディは全てマイナス端子ですので、この帯はプラスでこちらがマイナスということになります。ここ接すると当然ショートしますけど、この黄色いフィルム1枚で絶縁をしているわけです。開けてみて初めて分かりましたけど、結構際どいんじゃないかなと個人的には思います。ここの角のところとか、こっち側の角のところとか、フィルムがちょっとでも破れたら即座にショートしてしまうことになります。こちらのプラス側に保護回路を入れておけば、マイナスはこのボディから取ればいいんで比較的安全だと思うんですけど、どうしてマイナス側に保護回路が入っているのかちょっと分かりませんね。この状態だとかなり恐ろしいので、とっととこの帯を切ってしまいたいと思います。今回分解したキープパワーの18650は2015年モデルでちょっと古いですので、今も同じ構成かどうかは全く分かりませんけれども、少なくとも今回の電池では保護回路の構成がどのようになっているのか完璧に分かりました。こちらの IC のデータシートも分かりましたけど、調べてみたら個人でも手に入りそうですね。究極的には個人で保護回路なしの18650を手に入れて、この保護回路を追加することも不可能ではないですね。ちなみに今回こちらのスイッチング用の MOSFET ですね、こちらの音抵抗はデータシートを見ると20ミリオームでした。ただこちら基板のパターンを見る限り2個MOSFET が並列に接続されていますので、並列接続で音抵抗が半分になるとすれば10ミリオームになることになります。こちら分解する前に実際に測定しておけばよかったんですけど、測定し忘れてしまったので実際に測定するのはまた今度にしたいと思います。ただ音抵抗が10ミリオームということはかなり低いですね。実際使用していてこちらの MOSFET での抵抗はあまり問題にならないレベルだと思います。最後に今回あわよくばまたこの保護回路を戻してもう一度修復して使おうと思っていましたが、この黄色いフィルムに気づかないうちに傷をつけてしまっている可能性がありますので、一度分解したら
もう元に戻そうとは思わない方がいいと思います。ここの絶縁が破れてショートする可能性が非常に高いですので、保護回路をつけるより危険になってしまうような気がします。ここまでバラしたらもうこの保護回路をカットして単体のセルとして使っていきたいと思います。いかがだったでしょうか。先ほどバラした電池も保護回路を除去して再被覆しました。今回分解してみて、個人でもリチウムイオン電池の保護回路が DIY できそうなことが分かりましたので、そのうち私のチャンネルでも DIY してご紹介できたらいいと思っています。ただ最初にもお話ししましたけれども、リチウムイオン電池は比較的危険性が高い電池ですので、くれぐれも安全には気をつけて使用していきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。